島第一原発に溜まり続ける処理水の海洋放出をめぐり、西村経済産業大臣が県漁協を訪れ、漁業関係者と面会しました。福島第一原発のアルプス処理水の海洋放出について、海洋を進めていくには避けては通れない課題であります。西村大臣は今日午前、石巻市の県漁協を訪れ、処理水の海洋放出について漁業関係者と意見交換しました。処理水をめぐり経済産業省の大臣が宮城県の漁業関係者と会うのは初めてです。なんで福島に来てて宮城に来ていただかないのかな。近隣県に対してやはりこの、対応の違い、それが差として我々は受けている。処理水について政府は夏にも薄めて海へ放出する方針です。